はい、皆さんこんにちは、ファナムです。今日のファナムチャンネルは古事記を読もうということで、その3、今日は百済の長考の3つ目の部分を読んでいきたいと思います。今日は特に渡来系の内容が多く含まれていると思います。唐貫地、それから呉羽鳥、それから畑の宮津湖といったような内容、そして、綾の値、このような内容が出てきます。一体これは何を示しているのかについて一緒に勉強をしていきたいと思います。それでは最後までお付き合いをしていただきたいと思います。はい、それではですね、順を追って読んでいきたいと思います。先ほども申し上げましたように、古事記を読もうということで、今日は百済の長考のその3ということです。副題というわけではないですけども、この呉とかですね、それから綾といった読み方に関してどのように私たちが捉えられるのか、このことをまだ中心に念頭において進めていきたいと思います。でまずですね、この箇所から始まるんですけども、この箇所はどのように読んでるかというと、大体ですね、また手引と唐貫地名は託そというですね、内容なんですけども、まずこの手人ですね、これはもう手の人ですから、大体まあ技術者であるということが大体わかると思うんですよね。手に職を持っているという人ですよね。それからこの唐貫地ですね、ここはもう唐となっていますので、唐の国から来た貫地ということで、この部分は貫地といって、で金打ちの役、省略ということですね、鍛冶職のことであるというふうに、講談社では載っています。ですから、唐の金打ちということで、朝鮮系の、鍛冶職であったんじゃというふうに、解説されています。で、興味深いのはこの大和のですね、大和の金打ちもあったということで、これは岩波のですね、解説や、それから古事記伝にもこのようなことが載っているということで、当時ですね、唐から来たそういった技術者と同時に、大和、この日本においてもそういったこの鍛冶職っていうんでしょうかね、この鐘を打つ、そういうこの技術者というものが、鉄を作るっていうんでしょうかね、そういった技術者が、いたんだということではあるんですね。そしてその名前が託そであるというふうなことで、古事記には載っているわけです。で次の文章がまた同じような感じでですね、また呉羽鳥の祭祖二人を奉りきということで、ここではですね、奉ったこの二人というのは、この先ほどの託そ、唐貫地の託祖と、それからこの呉羽鳥祭祖という二人をですね、百済が奉ったんだということなんですね。でこの呉という国ですね、呉の国の服飾の、職人っていうんでしょうかね、その二人がいたんですけども、ここではですね、この漢字を呉と呼んでる、ここを非常に注目したいと思うんですね。そして、羽鳥ということで、羽鳥というのは旗織の役だというふうなことで、講談社には載っています。で、さらに、中国の呉からですね、中国の呉の国、魏呉色の呉ですね、から渡来したという、旗織目のことであるように、このように解説はしてあるんですね。実際、この呉の国が、この年代ですね、年代のこの国の服飾の女工ということで、ここの人だということなわけですね。で、実際は年代的にはですね、南朝であった東晋ではないかとも言われているわけです。で、ここで一つ疑問なのは、そこまで本当にこの南朝のですね、服飾の女工が百済を通っ
てきたのかどうかということと同時に、日本もそういったこの東進とですね、深いその交流があったのかどうか、まあ、ここは非常にこの疑問なわけですね。で、日本書紀には応仁の14年にですね、百済の王が、この漢字なんですけど、縫うと書いて、衣と書いてですね、まあ、ここは絹抜おみなと、まあ、工場、こちらも工場になっていますけども、まあ、女工の意味でしょうね。まあ、ここも服飾の意味だと思うんですよね。で、奉ると、これ、負けつというというふうに書いてあるわけですね。ですから、ここの内容を含めると、まあ、百済がですね、こういった服飾の女工を奉ったということがわかるということです。で、この当時に徐々にこの服装のですね、まあ、職ごとのその服装というものを非常にまあ重視するようになったのかということですね。で、特にまあ宮廷儀礼を行うためにも、やはりまあ服装というのは重要だということで、まあ、百済やそれから新羅のそういった階級制度というものをもとに宮廷儀礼を行っていった可能性があるわけです。で、これはよく言われてるんですけども、寮のですね、食構図ですね、これちょっと漢字がちょっとすみませんけども、これ違いますね。食構図というものがあって、死者の服装が、こうか、まあ、書かれているわけですね。で、この服装の、まあ、中に、まあ、百済の死者の服装があって、そしてその隣の隣ですかね、まあ、和から来た、日本から来た、その、まあ、様子が書かれているんですけども、まあ、非常にこの服装が比較してもですね、この和から来たその人の服装が粗末であると、みそばらしいというようなことを、まあ、よく言われているわけですね。だからその当時、あまりその服装に気を使っていなかったりとかしていたということがわかると。で、徐々にこういったこの百済との関係の中から、まあ、服装を重視するようになっていったんじゃないかということが、まあ、読めるわけですね。で、その人がこの、まあ、宰相であるということですね。で、また日本書紀の応仁の37条にですね、このあちのおみですね、つかのおみを語に使わして、そしてこのぬうという感じですね。工場、まあ、ここでは絹ぬ姫というふうにまあ呼んでいるわけなんですけども、こういった工場をまあ求めていたということなわけですね。だからここにおいてもですね、日本から行ってわざわざ行って、そしてこういったまあ服飾の女工をまあ求めていったということなわけですね。まあ、果たしてそこまで行ったのかどうかということが一つの疑問なわけなんですけども、まあ、この当時ですね、まあ、こういった唐とかですね、それから百済、そして呉という国が出てくるということで、まあ、こういったこの関係性をまずは考えていくことも必要じゃないかということはあるわけですね。で、もう一つこの進めていくと、また、波多の宮津子の、ここは祖と書いて親ですね、宮津子。ですから、ここは、まあ、波多氏であると、波多氏ですね、ことがまずは伺えるんですね。そして、まあ、こういった波多氏があればですね、まあ、綾氏もあって、綾の値の親、に載ってるわけです。で、ここの時に、まあ、この当時ですね、まあ、渡来したと、舞い渡りきつというふうに載っているわけなんですけども、ここでまず一つは、波多の宮津子の親ということで、まあ、これはよく言われているこの波多氏、南の朝鮮から渡来帰化したんではないかという、この波多の旗人っていうんでしょうかね、民衆を統率した友の宮津子であると。いうことですね。これは新潮社に載っているんですけども、でここは柚木の君とに載っているんですけども、まあ、応仁のですね、14年にこういった、まあ、人夫とかで民をですね、民を120あがたを率いて帰化したという記録が載っているように、
ここでおいてもこういったこの、まあ、古事記と対応すると、対応させるとですね、これはまあ、果たしではないかというふうに考えることができると。そして、伊豆の君というですね、まあ、王様が率いてきたんだというふうなことなわけですね。で、まあ、これと同時によく言われるのは怪しであると。でここに綾氏が載ってるんですけども、綾の値と載っていますね。値の親と。でこれは、値というのはカバネということで、まあ、こういったものが与えられていったんですけども、まあ、王神金ですね。大和の綾の値の親ですね。あちのおみというのは載ってるわけですね。あちのおみ。で、この綾のですね、まあ、値。は先ほどのこちらですね、綾の値の親は、まあ、綾部の友の都であるということで、王神記の20年の上に、まあ、こういったこの綾部というものが、まあ、記録されているというわけですね。で、まあ、いろいろこ の, の、まあ、名乗っている、まあ、名乗っているというんでしょうかね、名前があるんですけども、大和の綾氏なんていうですね、それからこういった、まあ、漢字ですね、こちら大和の綾氏とかですね、大和の綾氏ということで、まあ、この大和というのは何を示しているのかというのはいろいろあると思うんですけども、まあ、大和地方に定着した綾氏なんじゃないかということですね。で、この綾氏というですね、綾氏ですね、というのは、よく言われるのは、まあ、五感の霊帝の子孫と言われていて、まあ、大和の高市郡にこう、んですかね、まあ、定着したと、居住したということですね。ここに、まあ、それで土地を与えられてですね、いうことで、まあ、平野邦夫さんの幾何人と古代国家には、まあ、そんなふうなことが、まあ、載っているわけです。で、ただですね、この、よく、この、旗氏の場合もそうなんですけども、旗氏もですね、まあ、秦の始皇帝の、まあ、後孫であるというようなことで、まあ、非常にこの氏というものに対する権威づけをしているところがあるわけなんですね。そうすると、綾氏も同じように、まあ、こういった自分たち の, その氏族というものを、まあ、権威づけるために、こういった、まあ、中国から一つ の, この皇帝からのですね、名前を持ってきて、つけている可能性というのは十分に、まあ、考えられるわけです。で、この綾というものが、実際に漢と書いてますけども、そちらこちらは秦ですけどもね、しかしこれは旗と呼んでるわけですよね。だから秦とどう関係があるのかっていうことが非常にまあ今まで、まあ、明らかにされていない部分もあるわけですね。そしてこの綾もそうですよね。漢なのにどうして綾なのかということで、これはですね、まあ、綾ということが考えると、やはりこの南朝鮮にあったそのアラとかですね、カヤとか、まあ、一番近いのはアラなんじゃないかということで、ちょっと今あまり見えてないんですけど、このアラですね、アラという国から取ってきたか、それともそこの人たちが移り住んで帰化したんじゃないかということがまず一つ考えられるわけです。で、ちょっともう進みたいと思うんですけども、今度お酒の話がなってくるですね。また酒を噛むことを知れる、この噛むっていうのを読むみたいですね。名はナホ、またの名はすすこり、すすこりというんですね。これ、すすこり。非常にまあ、不思議な名前ですけども。で、渡りきつと、ね、トライしたということですね。で、まずこの、お酒を、まあ、噛むということは、何かというと、ここは、まあ、お酒をですね、まあ、発酵させるということですね。醸成するというんですかね。お酒をこう発酵させる技術ということで、非常にこの発酵する技術をまあもたらしたんではないかというふうに考えてもいいんじゃないかと思うんですね。で、まあ、朝鮮半島っていうのはまあ一つのこの、まあ、味噌とか、それから醤油というものが非常にこの盛んに作られているところもあると思うんですけども、まあ、そういった技術もお酒と同時に伝わったということですね。で、この名前が二歩であるということと同時に、そうですね、ここで、またの名を、ここでまたの名をどうしてまた一つ名前つけるのかということで、すすこりと言ってですね、すすこり。で、新鮮正治録というですね、この氏族の名前がこうずらっと載っている古代の名前の中に、叫びの君の上にですね、ここにはそそほりとなっているわけです。
で、この粗相掘りが非常に私が聞いたこの感じですね、非常に空振るとかですね、まあ、日本、韓国の首都はソウルですけども、これはその国の、まあ、ソウルとかソウルっていうのは、これ、ソウルとかソウホルっていうのは非常にこの首都、都という意味があるわけですね。で、ソというのは、まあ、新羅もその国と言ったりしますけども、そういうこの、まあ、都の意味を込めて、こういった名前、粗相掘りっていうのをつけたんじゃないかなって私もちょっと思ったりするんですよね。まあ、これは皆さんも何かもし、感じるものがありましたら、コメント欄にいただきたいと思います。そして、粗相掘りなんですけども、まあ、お酒を作ると、神という、神手というですね。で、こういった、まあ、こちらは、韓国では天醤、味噌ですけども、こういった形で、まあ、作ったりするんですけども、非常にこう、まあ、例えば納豆みたいなですね、まあ、チョングクチャンっていうのがあるんですけども、まあ、こういったものが非常に、まあ、似通ってるなということも考えますね。で、お酒を奉るということで、まあ、お酒というのは、まあ、非常にこの宴会とかですね、それからまあ何かのその行事というものに非常に、まあ、なくてはならないものであるということから考えると、まあ、こういった宮廷儀礼も発展したんじゃないかということですね。で、最後にこの呉羽鳥ですね、一番初めに出てきたこの呉という漢字なんですけども、これもやはり呉の国というよりは年代的になかなか合わないということから考えると、この呉羽鳥の呉というのは何で読めたかというと、やはりこれも呉がですね、高句麗の呉、呉から来てるんじゃないかという、まあ、要するに高麗ですよね。その当時は高句麗ですけども。ですから、この高句麗の服飾儀礼というものの、まあ、使い、徐行ではなかったかというふうに、ちょっとですね、まあ、捉えていくのもいいんじゃないかと思うんですね。もし皆さん何かこの語とかですね、先ほどの綾というものについて、もしご意見がありましたら、まあ、コメントでいただきたいと思います。今日もですね、ちょっと短い時間だったと思うんですけども、この、まあ、古事記の、この百済の長考の3つ目ということで、この呉や阿蘭、そして、人の名前について少し検討をしてみました。はい、ファランチャンネルでは、まあ、このような韓日の、まあ、歴史について、そして韓国の現地の文化、史跡などを配信をしております。また最近ではトークチャンネルも配信しております。チャンネル登録して一緒に学んで国際親善交流をいたしましょう。それでは今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。